数は多いし。キャスカ、やつら裏門の方に行ったぞ。こっちだ。ここまで侵入を許すとは。申し訳ありません。この失態は奴らの命であがらう所存。当然だ。急げよ。は。くそ、どこ行きやがった。あれ、この犬確かリタだ。どうした。あいつキャスカの居場所を知ってるって。何、ついてこいって言ってる。よし。なんだお前。てめえらか。俺の連れをどこへやった。ああ、何の話だ。とぼけんな。わあ、とっとと言わねえと地味見るぞ。おれさっさと吐かんかい。誰かは知らんが、ここを死なれた以上生かして返すわけにはいかねえな。面白え。待て、そいつは敵じゃない。すまない、あんたのことを聞いたのはついさっきなんでな。リタ、わっ、何やってんのさあんた。あ、見損なったよ。バカでかいもんぶら下げてご大層ななりしてるけど、女一人守れなくて何が剣士だい。悪く思わないでくれ。この子バルザックの部下に殺されそうになってな。何、あんたの連れの女は中にいるぜ。俺はダンテス。とりあえず入りな。話はその後だ。ここは古い時代の遺跡で、戦が起こるたびに町の人はここに避難しているんだ。今は俺たち抵抗軍の隠れ家になっているがな。あんたバルザックの城で妙な部屋を見なかったか。マンドラゴラ月が収容されてる牢屋みたいな部屋。ああ、マンドラゴラ月の治療法を研究してるらしいが。違う、あいつはバルザック、マンドラゴラ月を戦に利用しようとしてるんだ。危険だからという名目で、近くの村や町からマンドラゴラ月を強制的に連れてきては研究と称して人体実験を行い、そしてそれを知ってしまった者を陰で始末してるんだ。このお嬢ちゃんみたいにな。さっき城に押し入ってきたのは？捕まった仲間を救出しに行ったんだ。そしたら偶然あんたの連れを見つけて、てっきり人体実験の被験者だと思って一緒に連れてきたんだ。バルザックはマンドラゴラ月のことを外部に漏らさないために、俺たち町の人間が外へ出ていくことを禁じている。外から入ってくる者たちも同じだ。一旦この町に入ったらもう外には出られない。そんな。俺たちは昔からこの土地に住んでいたんだが、国境に近いこの町は戦の拠点として多くの国や軍隊に占領されてきた。
領主が変わるたびだ。俺たちは常に新しい領主に虐げられてきたんだ。バルザックもその中の一人ってわけだ。最初はそうじゃなかった。敵にはきちんと恐れられはしたが、俺たち領民を虐げることはしなかった。むしろメイ君と呼ばれるべき男だって。だが今は違う。あの病が流行り始めた頃からあいつは変わってしまったんだ。キャスカーはどこだ。下の部屋でかくまってる。案内するぜ。何だったんだ今の。おい、キャスカーこの先か。ああ、下の部屋に。こっちだ。下げるだけの奴らの力を借りるな。今ある町は俺たちの先祖が流した血を幾重にも塗り固めた上に築かれたものだ。それを考えると。そんな分かんないよ。そんなの死んじまったものとか流した血とか苦しみとかそういうものに縛られた。それでいいの？そんなとっくに過ぎたことと、この子たちの未来、引き換えにできるの？それが、人の運命というものだ。人は流した血に縛られる。違うよ。人は一人だよ。もっと自由で、何にも縛られず、風に任せてどこにだって行けるんだ。あんた、親兄弟はいないのか？あんたはまだ若い。いつか何かのために血を流す時が来る。あんたにとってそれが血を流すだけの価値があるものであることを思ってる。リカ、リカ、
放っておいたら、あのお姉ちゃんが来なかった。私の方こそさっきはごめん、あんなこと言って。流しと血に縛られる、あいつの言う通りかもしれない。けどだからこそ血を流すだけの価値があるものを自分で見つけるんだ。ガッツ、話は済んだか。俺たちの方もまとまった。あんたと一緒に生き、大事の核を手に入れて、その上でバルザックと交渉する。これを渡す代わりに治療薬を我々に渡せと。勝手にしな。では連れの娘さんはここで預かっておこう。俺はあんたらを完全に信用したわけじゃねえ。それにこいつの面倒を見れるのは俺だけだ。俺にしかこいつは守れねえ。悪霊がキャスカーを襲うか心配なんだろう。それなら大丈夫だと思うよ。あ、この泉間違いない、エルフの住処だよ。これは町の泉の源泉だ。我々の先祖はここに神殿を建てて精霊を祀っていたらしい。他の部屋はともかくここだけは安全だよ。悪霊は絶対に近づけない。あのさ、あんたがいない間キャスカは心配しないで、私が見ててあげるから。はあ、頼んだぞ。ついでにこいつもつけといて。わあ、こら、大事な相棒に向かって何すんだよ。じゃあ行くぜ。こうしてるとなんだかヨブが戻ってきたみたい。幸せなのかな、あんたは。実験の成果も上場だ。このマンドラゴラ兵の力をもってすれば大樹の核を手に入れることなど造作もないこと。おやおや、お嬢様、またお会いしましたね。さあご同行願いましょう。この村のどこかにマンドラゴラの大樹があるのか。しかし皮肉な話だな。取り憑かれたこいつらの方が生身の俺たちよりも生き生きしてる。全部こいつのせいってわけか。よせ。え？なんだ。
ンドラゴラを土に返して。何？あんたか、こいつらの面倒見てるシスタってのは。私はエリザ。どうしてこのような無益な殺生を。この子たちは何も悪いことはしてません。こちらが敵意を見せない限り、無邪気な子供と同じなんです。それなのに。何かあったのか。ガッツたちが出て行った後、バルザックの部下がアジトに攻め込んできて、キャスカはそいつらに連れてかれて、返して欲しかったら大事の核を持ってこいって。やろう。おい、聞いた通りだ。大事はどこだ。おい。以前この村にはニコという少年がいました。彼は物狂いで、時には畑の作物に手を出したりしたこともありましたが、根は善良でおとなしく、決して人を傷つけることはありませんでした。たとえ村人たちがからかい半分に彼を石や棒で打ち据えたとしても、ニコはその日の食べ物にありつけたことに喜び、空が晴れ渡っていることに感激し、どんな苦しいことがあっても微笑みを絶やしはしませんでした。ある日、ニコは飢えと寒さで生死の境をさまよっていました。その年は例年にない大凶作で、誰一人彼に食べ物を恵む者はいませんでした。そしてニコは最後の力を振り絞って教会にたどり着いたのです。でも私は気づいてやれなかった。戸を叩く音は新年の鐘の音にかき消された。私が見つけた時にはもう何も悪いことはしていないのに、他の人たちと少し異なるだけで虐げられ蔑まれ続けた彼、なぜニコは死ななければならなかったのでしょう。本当に純粋で無垢な、どこにでもいる普通の少年だったのに。ここのマンドラゴラツキたちも同じだって言いたいのか。だがもう人畜無害ってわけにはいかねえ。今さっきも俺の連れを全員バラしちまったところだぞ。あなた方が知らずにタブーを犯したからです。マンドラゴラツキは苗を引き抜いたり、こちらから危害を加えなければ決して攻撃したりしませんけれど、人々は彼らを迫害し、化け物とあざける、排除しようとします。そしてバルザック、町のためだと言っては領地内のマンドラゴラツキを狩り集め、まるで虫けらのようにその命を奪っています。恐怖や野心を暴力という形でしかあがなえない人々、私には彼らの方がよほど救いがたい危険な存在に思えるのです。お願いします。この村を、私たちをそっとしておいてください。私たちは今のままで十分満ち足りています。でもこのまま放っといたらマンドラゴラツキがどんどん増えていっちゃうじゃない。誰も好き好んであんな風になりたいとは思わないはずだよ。私思うんです。あの町に住む人たちと、ここでこうして暮らしている私たち、一体どちらが幸せなのでしょう。誇り、悲しみ、怒り、野心、あるいは愛着なのかもしれません。